レットソニーインタラクティブエンタテインメントは12日、プレイステーション5の本体を初めて公開しました本体は次世代の企画となるウルトラ HD ブルーレイのディスクドライブを備えたモデルとディスクドライブがないモデルの2種類あります年末商戦で発売するとしていますが具体的な日程や価格は公表しませんでした ソフトはスパイダーマンやバイオハザードの新作などを発売する予定です。